お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらの三子デッキですね、久々にやっていきたいなと思います。だけどトラハゲやっていくんですけど、今ねマジ勝てない、今季ほんと勝てなくて、ずっと僕展開の辺うろちょろしてるんですけど、やばいことにね、もう普通に初手ゴレでもう逆サイ全無視してトルネザップしてもなんか金ゴールみたいなデッキで世界一位行ったりだとかで、もう今ゴレがねどんどん増えてます。ゴレ強えって今言われてるから、まあ、ゴレが使われてるんですけど、なんならね世界一位行っちゃったんですよ、ゴレ使いが。しかもなんか今までの最多順位が本当世界何番だろう、本当2桁とかなんか取るような人ではなくて、そうベストシーズンがその500位とかで、前シーズンも約2000位とかの人が、まあ残りあとシーズン10日の時点でなんと世界一取っちゃったんですよね。そういやまあ世界一取るのはマジですごいことだと思うんですけど、本当に2桁とかも全然経験したことないような人が今もう世界一取るぐらいゴレバカ強いです。はい、なのでゴレには勝ちたいなと思って、ちょっと三子でやっていこうかなと思いますね。まあ全然負けるんですけどね、本当にゴレに勝ちたいとか言ってゴレにも全然負けちゃうんですけど、いや本当にね今季勝てないですね、やばいぐらい勝てなくてちょっと苦戦してるんですが、そう相手はロイホグ、ゴーストロイホグですね。三子かな、ミラー説全然あるんですよね。よいしょ、さあからのヒースピ、あーいいアイゴレだ、いいアイゴレだ、トリトンだ、アイゴレトリトン、あユウの走ってほしかったな今の、あいいキング起動や、さあキング起動されてしまうと僕はちょっとね今から怖いですね。トリトンヒースピでしたね、同じような感じなんですけどちょっと違いますね。さあまあここはタルとゴーストでねいい感じに、いやいい防衛ですね。相手がエリポンがなさそうなんですよね、エリポンなさそうなのでエリポン置きまくって、まあロイホグのダメージはエリババで防いで、カウンターでっていう感じかな。さあここですね、でまあトリトンがあるんで僕のこのエリババがね結構トリトンで美味しく回収されちゃうので、それはちょっと防ぎたいんでね攻めます。さあゴーストとかも送ってあげてね、まあ多分アイゴレ誘導だと思うんですけど、その誘導してる時にこっちもね攻めてあげればエリクサー的なところでね、オッケーオッケーオッケー、いいですね、いいポン持っていく、もうエリポンデッキです。三子出さなくても勝てそうだな、よしよしよし、エリババちょっと強いので防衛してあげてね、からのなんかゴースト来る、ヒースピも添えられる、耐えます、エリポンゲーですね。多分相手も三子の方なんですが形がちょっと違う三子ですね、ロイホグとか入ってるんで、僕はなんかもうエリババでゴリ押すみたいな三子なんですけど、さあ三子出しちゃおうかな、相手出してこないですね、三子じゃないのかなもしかしたら、うん、いやでも三子っぽいんですよね雰囲気は、雰囲気すげえ三子なんすよね。ちょっと延命してあげて、でああ延命してほしかったな、もうちょっとで、まあまあまあこっちサイドなら耐えれますね、ユニットで、であと1分20なので、1分じゃねえ、1分もねえけど時間がないのでもうぶっ破してあげて、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、これはもうね三子対決あるあるなんですけど、エリポンある方が強いですね。まあエリポンない側でもそのファイボがあるとか、ま、なんかいろいろ形があるんですけど、まあまあこれエリポンゲーでしたね。よしよし、まあまあまあ今日も展開だな本当にマジでここ当分本当1週間以上ね、あれタイムスリープしてるくねっていう、みんなからしたらね、あれまたまた展開いってんじゃんみたいな、あなるんですけど落ちてるだけなんですよね。よろしく、いやーマジで勝てねえな、俺もゴレだけねワンチャン使おうかな、世界一やばいっすよ本当にやばいな、だってモルテンっていう海外のプレイヤーがいるんですけど、本当もう世界のもうトップ4入るぐらい最強のプレイヤーがいるんですけど、その人もそのゴレ使ってましたからね、しかもその人得意なのがもう高回転なんですよ、ウォールブレイカーとかまあ何でも使えるためなんですけど、マルチでゴレとか100使わないようなタイプの人もゴレ使ってたので、
いやこれを機にね、ちょっとボンバー乾燥させようかなっていう思いが若干あるんですよね。なんで乾燥させないのっていう感じなんですけど、下手になる気がしてるんですよ、僕が。もうこれ以上ね、ゴレクロとか使ってるためであんま言うのもなんですが、そうそうそう、ちょっとね、ペースが落ちちゃう可能性があるんで嫌なんですけど、まあ、ボンバーそれ以上に今めちゃくちゃ強いので、使い得だなっていう。ちょっと使いたいな。で、相手のデッキ、何これマスケプリンス、これなんだろうな。メガナイトか、メガナイトウォールブレイカー的な。さあゴーストかね。フリーズも来る。いや待って、来た、神相性だ。相手フリーズだから俺のリポンにね、かすり傷すらかすらせるぐらいしかできない。オッケー、勝ったねこれこれ多分三振出しても、まあ別に勝てるかもしれないですけど、出さなくてもぶっちゃけ勝てそうな感じですよね。さあこれはもうエリポン命ですからね。しかもフリーズ使ったんでね、相手。よし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 。で、まあこれにアイゴレつけてもいいんですけど、エリポンもあったので、オッケー、いやこれで勝てる。で、なんなら逆サイドとかも振ってあげて、これでユニット使わせて三死でね、全回収とかが理想かな。ほい。でもしスケラ打たれてもアイゴレで逆サイ誘導します。これですね。で誘導してフリーズだけちょっと警戒しないといけないですね。結構ダメージいかれるんでね。で受けてあげてカウンターですよね。あとはでデリバリーがあったんで、あんまねちょっとカウンターしたいんですけど、しにくいっていう。オッケーオッケー。いやめっちゃ入ってる、マスケがバカ入ってる。これもしかしたら相手次のフリーズでワンパンしようとしてるかもしれないですね。あ入った、おっきい。これはもう耐えます、耐えれば勝ちですね。フリーズ来るでしょ。オッケーオッケーオッケー。いやつえっていう、まあ神相性ですね。神相性をさっきから引いている。いやでも三振もね、なんか結構ってほどではないんですけど、まあ日本の三振使いの人が多分上手いからなんですけど、そう、まあ、海外も数人使ってるんですよ。そう、そこそこいるっていうね。まあ多分ペッカとかに勝てんのかな。まあなんか陸に強いと思うんですよね。もう陸しかないのでね。そう、陸メタでまあ使われてるのかなって気はしてます。よろしく。いやー待って、71までいけるとハッピーすぎるな本当に。今日はしたぐらいでこの沼をねちょっと脱出して、もう上77とか行っちゃうぐらいですからね。わ、もうやだよ、何これ、もうやだよ、本当にやだっていう。もうやばいっすよこれ、確定ゴレっすよでゴレね、ゴレダクネスケドラエリババのトリネツアップみたいな顔してますよね。やべえよな今のは。あ、初手にゴレがね、じゃあゴレ回すかっていうので、端前エリババスケドラで、多分次ケツゴレドゥーンだと思うんですよ。いやマジでゴリラすぎるな、プレイが。本当のゴリラ。さあリポンいて、これ壊せないんじゃない。で今ザップだったから、ザップゴレは基本的にライトがないんですよ。ないって、まあファイブザップがゼロではないけど、まあゴレ、そのなんだ、トルネザップ型か基本的にはヤナミザップ型だと思うんですよね。でこれ僕三死セパしたのは、相手の攻撃これ全部持っていきたいんですよね。持っていきたかったんですけど、持っていけなかったからやだ、最悪やだって。持っていきたかったな。でちょっとここはね、さすがにマスケを延命してあげないと僕としてはきついのでね。あ、マスケ、マスケ働け。さあエリポンが溜まってるので、逆サイもちょっと攻めていきつつね、いうのも入るんでね。ESP ぐらい添えてあげるか。あー、これ言うのいらんかったな。スケドラで美味しく調理されちゃうんで。まあ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 、いや結構ダメージ入ってるんですよね。よし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 。まあゴレなんでね、あのキングだけ気をつけて、キングだけは嫌よ。よしよしよし。さあそしてエリポンと、でもし今エリババとか来ても全部アイゴレでね誘導できるんですよね。いやこれエリババ行ったらさ、守ってくれるかな、悩むな。これ一回本気で溶かしに行って、後から三死回収でもいい気がするな。めっちゃ低め。
これでもね、意外と耐えれないもんなんですよね。トルネがね、もう気合で耐えます。低め三振で耐えろ。いや耐えれねえか。耐えて欲しかったな。うわ、いい、ナイス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 。でこっち攻めてあげないと、ここにエリババ絶対来るんでね。よいしょ。やんな、これキングいっていい、ゴレ受けとかじゃあ、これ止まんないっすよね。よしよし、ゴレ受けしてきた。ここ樽だけちょっと転がして、なんならヒースピで回復してあげて、もう一周エリババ、もう一周エリババで、お、やばい、相手もエリババ、待ってやばい、待って、時間対決はやばい、マジでやばい、待って待って、やだ、本当やだ、本当やだ、マジで、おーい、おーい、マジか、やったな、いやこれやったな、本当にこれに負けたらあかんっすね。ちょっと相性も良さそうだったしな。相手の僕エリババをね、三振当ててくる警戒をずっとしてたんですよ。そしたら相手がもう守りという概念がなかったですね。いい真ん中エリババのなんかレイジランバーのレイジ落ちたのか。いやゴリラだったな、マジか。今のは勝たなきゃダメだ、くっそ、やべ、マジでね、バカ強えのよな、これ本当に。ちょっと今のはワンチャンを持ってかれちまいましたね。よくねえな、今の。さあ、ババコヤホバリング対ゴリラデッキですね、これは。ババコヤホバリング。あ、これ、エリババでもよかったけど。まあ、いっか。さあ、タルババで。おいおい、なんで飛んでんだこれ、あれか、新鋭対ロイホグの、普段はゴボリなんですけど、対ゴリラ用にババコヤになってるんですよね。そう、ババクワがね、ほんのミリぐらい使われ始めてます。ミリぐらいですけどね。さあ、ここはもう耐える。エリポン来てえな、エリポンいて、だとか待って、ユーノだな、ユーノだからちょっと違えな、このユーノババコやホバ、いやわかんねえな、何やこれ、なんか違う。俺のシンエタロイグだったらロイフグとユーノが入ってないからな。いやもう新鋭対ロイホグでそういう方なのかもしれない。なんかを誘導にしたのかな。さあ、ここでロイホグとか来たら美味しいけど、さすがに来ないか、さすがに。よしよし、エリポンゲーですね、本当に一生エリポン来ます。うん、からのもう一回ね、待ちたいですよね。僕は相手が攻めてきてくれるといいんですけどね、まあ、そう攻めては来ないですよね、さすがに。さあ、三種展開であのホバを回収していきます。でここはもう防衛してね、守って守って守って、耐えてからのこの三種の前にユニットを出したい。ゴースト、もうちょっと頑張ってほしかったな。ファイボがある、ファイボ使ったのか、ファイボ使ったからこれワンチャンぶっ破説があるな。頼む頼む、ヒースピが事故れ、ヒースピ事故れ。いやー、いいタイミングのタル。いやでもこれもう本当にエリババでエリババでご利用したっていう。さあ、三振出してここでロイフグ来る。でも相手はファイボなので、ファイボプラスザップとかじゃないんですよね。だからこの三振がずっと生きて、よしよしよし、やべ、いで、これだけでも耐える、オッケー、よしよし。いやー、エリアのゲーですね。いやー、マジか、さっきの負けたの痛えな、本当に。さっきの勝ってればなんなら71付近まで生きてた気がするんですけど。よし、ナイスゴリラ、ナイスゴリラ。うちのゴリラもね、そこそこに強いからな。いやー、今季やべえ、本当に本当にもう焦ってますね、もう自分に焦ってます。トロが上がんの続けて、よしよし。いや、一応ギリ1000以内ですね、ほんのほんのギリギリ1000以内でよろしく。ゴレボコボコにしてえな。ライトニングとか入ってるゴレの方がやっぱだるいじゃないですか。エリポン壊される。トルネザップ型に負けたらね、マジでやばいっすね。ああ、マジかよ。マジかよ。マジかよ。いいバルーンだ。俺の初手に、ね、あれがねえの分かってますね。いいバルーンすぎん？ああ、ああ、ふざけんじゃねえよ！ふざけんじゃねえよ！バカか。なんやこれ。本当にもうね、やばくない？やばくないってしか言えないんですよ、もう。もう、待ってよ。まあ、いいハンデでしょ、こんなん。
サファイブ使ったな。これリポーンなんすよね、多分。ペッカバルーンか。ファイブコームとかでしたね。ファイブ使って相手でも3枚ぐらいはもう咲いたのかな。いや、コウモリと、これ逆にして歩かせます。トルネだったら嫌だな。よしよし。いや、熱い。あー、ファイブザップか。今、ザップ使ったからな。これチャンスなんですよね。言うの。で、あって、さっきコウモリだったんで。ディガーか。いや、いい。あー、待って、ペッカ帰ってくんな。ペッカ帰ってくんな。いや、結構入ってんな。からの、結構エリアドゲーしてるんで、こ逆サイリババあるな。マジ。ゴースト、もう一回やる。ゴーストもう一回やる。あれにもう一枚相手避け。いや、さすがに避けてこねえか。で、ファイボ？ファイボボーイとか。いや、ここも行っていいな。もうゴリってゴリって。いや、ゴリラ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 。一気に。いい、ナイス。そっちのペッカから殴るナイス。もう一発。ゴリラ。いや、ゴリラもう一発欲しかったな。今、ファイブザップか。ファイザーなので、まあ、本当に、全部、もうバルーン出されてファイブザップされるだけでやばいんですけど。いやー、若いねー、おんし。若いねー、反応が。これ、タワーのタギを外さないといけないです。うん、よしよし、うん、いていていて、耐えろ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 、よしよしよし。いや、ファイブザップ来ないで。よし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 。いや、これファイザーでこのマスキーが生きてるのはでかいんですけど、相手のインドラとか嫌だな。延命してあげないとね。ここは命ですから、本当に。おい、何やってんだ。で、バルーン来たら最下位エリポンで守ります。マジでエリポンで、エリポンで、あと19、世界一遠いこのデッキ、世界一19が遠いですね。で、こういうところでもうユーノとかが入ってくれないとね。いや、これやべえかな。待って、エリポンでも耐えれねえのか。ちょっと待ってよ、これやばいっすよね、これやばいっすよね。相手もまあもちろん警戒しますからね。拾え、拾う、拾う、拾う。ファイアボ圏内だ。あー、待って、おい、19だよ。19ぐらいなんかバグでさ、くれね、俺に。あ、アイゴレ、アイゴレのパフ。あー、待って、おい、19やんけ、ふざけんなよ。いや、まあ、これはね、この三種デッキを使ったことある人は結構あるあるだと思うんですけど、三種デッキって結構ね、このタルババ型だった場合ね、最後削れないんですよ。相手のタワーミリが削れないんですよ。いやーっていうのでね、ちょっと本当に無限停滞してるんですけど、ちょっといろいろデッキね、使いつつ、マジで今季トラゲロングシーズンなので頑張っていきたいなと思います。皆さんもぜひ三種ね、ちょっと使ってみてください。バルーンはね、鬼キツですが、というわけでおります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。